はい、まあこんな感じで風もやみました。 GoPro ちょっと調子悪いんで、 GoPro 調子悪かったんで、この一眼レフであちこち動きますが、まああんまりそのまあ、画質はこちらの方がいいけど、手ぶれがちょっとしたりする。まあこんなの、ヤシの木もあれぐらいの揺れっぷりで、結局まあその木がぶっ倒れるということは起きませんでしたしね、いいんじゃないでしょうか。はい、まあそれっぽい、それっぽいすごい被害というのもそんなに起きず、まああの言うてもこの小枝が折れるとかそんなもんでしょ。ヤシの木もまあ言ってもまああれぐらいのね、あれぐらいの動き、そんなもういかにもぶっ倒れるようなことにはならないし、ならないし、もう夕方で雨も今もほとんどすんごい小雨って感じ。あ、ここの木もね全然被害に遭ってない、いいことだ、よかったよかった、うん、よかったよかった。現場の作業員さんたちがこう置いてったこのバケツとかどうなんじゃないかなとか思ったけど、まあ普通にここに留まってるくらいなんで、本当にすごい台風が本気出してきたらなんなら飛んでなくなっちゃうけど、そういうことは起きませんでした。はい、桃玉のものすごい風で吹かれて大変そうだけど、まあこの日大変そうだったけど、まあまあなんともなく今でもまあちょっとざわざわしてるよっていう感じで、ここでちょっとカメラ止めてご覧になってもらいましょうか。まあ今吹いてるのはまああんなぐらいのね、まあどんな物の動きは早いけども、まあそれぐらいでございます。まあ熟れた桃玉なら落ちましたが、青いのはそのままついてると、この下にポトポトってあちこち落ちてる、実は落ちてるけど、まあそんなもん、そんなこういう枝ごとぼっきり折られるっていうこともありませんでした。一瞬ちょっと風が来たけど、歴代このマリンステーションにえぐい被害を与えた台風の中では優しい方だったんじゃないか。まあこんなぐらいだから、風だってちょっと揺れてるぐらいでね。OK。まあ今回はこんな感じだな。何も起きず。はい、ありがとうございました。皆さんお気をつけて。はい。